日本サッカー協会は9月13日、日本代表の公式 X、旧ツイッター、を更新。欧州遠征に臨んだ森安ジャパンへの応援に感謝を伝えた。画像、サンクユーフォーユアサポート、森安 J 応援に感謝。ドイツ代表戦、トルコ代表戦の応援ありがとうございました。と綴り、試合前に選手たちが整列した写真を添える。 日本は現地9日にドイツと対戦し、4-1で勝利。同12日にはトルコと相まみえ、4対2で競り勝ち、欧州の難敵相手に連勝を飾った。次戦は10.13金曜日新潟でのカナダ代表戦となります。引き続き、応援をよろしくお願いします。と呼びかけたこの投稿には、以下のような声が上がった。強い代表が見られました。現地行くので、今から楽しみです。 かなりの収穫だったんじゃないかな。サッカー盛り上がってますね。カナダにリベンジ成功することを願う。ドイツ、トルコとやった次はカナダか。サッカー協会ようやっとる、楽しい時間をありがとうございました。グレートチーム、ブラボー、勝ってね、森スジャパンは昨年の11月、カタールワールドカップの直前にカナダと対戦して12で惜敗。その時のリベンジなるか、注目だ。